新しいバンドやからちょっと待って。こんにちは、うつー。どうも、バレリーナ芸人の松浦恵子です。キラキラ。本日はですね、皆様にお伝えしたいことがございます。今回のこの話の内容の詳細はすべて概要欄の方に詳しく貼っておりますので、そこを見てください。私、吉本興業、吉本新喜劇、吉本坂46、そしてバレリーナ芸人としてやらせていただいてます。私がついにバレエの舞台にしっかりめに出ることになりました。これ拍手って言っていいのかちょっとわからないんですけれども、3月に出させてもらった白鳥の湖、あれもすごかったんですけども、あれは奇跡だということで一生の思い出にしようかなと思ってた矢先ですね、こんな私をバレエの舞台にどうぞと声をかけてくださって、オファーをしてくださるバレエの方々すごく増えてですね、私としては正直一芸人でもあるし、まあ、皆様にご理解いただけないような存在ではあるのをね、重々承知しているので、なんか、あ、これ私が速攻出ますとか言ったらなんか何悪く分からないけど、一つ一ついただいたお話、お仕事、それぞれのお気持ちとかを聞いた上で私でよければという感じで出させていただくんですけども、まあ本当この動画は告知に近いんですけれども、まずちょっと一つずつ紹介していきたいと思いますので、わ、これ見に行けるぞっていう方はぜひ生の私を見て楽しんでいただければなぁと。めっちゃ可愛くない？これペコちゃんからいただきました。ペコちゃん、ありがとうございます。めっちゃ可愛いです。ちょうどよくない？なんか一つずつスケジュール順に紹介したいと思います。バレエの舞台もなんですけど、新喜劇の舞台も夏休みはすごいことになってます。いっぱい出るんで順々に説明していきたいと思います。まずバレエの方から、2021年8月6日金曜日なんですけども、第32回清里フィールドバレエという山梨県で毎年行われております野外の舞台なんですけれども、そちらの方で眠れる森の美女という有名なバレエの作品の、私は8月6日のみ出演なんですけども、そちらであの赤ずきんちゃんをやることになりました。非常にどうしようっていう感じなんですけども、じゃあ夜7時から開演となっておりますので、私も野外の舞台で踊るっていうのが一生ないだろうなと思ってたところ、このフィールドバレーもすごく有名で私もずっと昔から知ってたので、バレーに出れるのかと思ったりとか、バレエ団の皆様のいろんな本当に温かいご意見などをいただいて、ちょっとこれはもう私も正直お邪魔になるかなと思ったんです。やっぱり言うても私芸人なんで、これはとても貴重な経験だということで、1日限定なんですけれども踊ります。ガチです。3月の白鳥の湖の時にブランクめっちゃありますがとか言ってまして、大丈夫ってなってたと思うんですけど、白鳥の湖をありがたいことにきっかけとしてちょこちょこ体をですね、なんとなくよう見てる人わかると思うけど、ちょっと体がなんていうかアスリートになってきております。というかクワーやって、クワー言うてスケジュールの都合もあるので、現役の方に比べるとレッスンもしっかりできないんですけども、合間縫って練習というかレッスンというか、はい、多めに見てください。温かみで。そして2つ目なんですけども、こちら結構前から情報はよく出てたんですけども、2021年8月22日日曜日ですね、 NHK 大阪ホールにてロシアバレエ柄2021という、ロシアから本当にすごいバレエダンサープロの方をお招きして、日本で、そして大阪の、私は本当その日限定なんですけども、その日の総合司会という風に選んでいただきまして、大役を務めさせていただきます。こちらは私は踊らないんですけれども、こんな機会は本当にないと思っておりまして、日本のバレエもちろん美しいし私も大好きなんですけど、ロシアの本場のザ芸術のバレエに実際生で有名なバレエダンサーの方を直接見れるっていうことがなかなかないし、私もこんな機会めったにないと思うので、足を運ぶ価値ありありなので、これを機にぜひ、このお話が最初決まった時に、あとロシアバレエってすごく素晴らしいものやし、歴史もすごくあるし高貴なもので、ノリでやろうぜロシアバレエやとか言ったら絶対怒られるような存在でもあるんですけども、で私が最初司会に決まった時にロシアバレエをすごく大切にしてる方とか、バレエダンサーのプロの方から、なってしまった事実もありまして、でもこれは私も正直この話をいただいた時に速攻でよろしくお願いします、やらせていただきますっていう感じではなく、ここで説明するのもなんなのですが、
本当に私でいいんでしょうかという、私言うてもバレエ広めたいとか言ってますけど、そんなバレエ広めるのは簡単なことではないですし、まあ、広めていいというものでもないというか、ロシアの方が来てくださるということで、逆に私が司会をさせていただくことによってロシアの方の舞台に興味を持ってっていう方もいらっしゃると思いますし、で私も間違った情報は絶対言わないでおこうとか、もちろん最初なんかネタやりませんかみたいな感じですけど、それも大お断りしまして、ロシアバレエっていうのを大切にしてる方もたくさんいるし、私もそれは見て育ってきましたので、そこは崩さず、その日は本当にロシアバレエの良さをしっかり皆さんにお伝えしていけたらなという思いですので、松浦恵子がロシアバレエ語るんじゃねえよっていう意見ももう飛び交うのでね、すごくね想像してましたけれどもこれを機に私も改めて勉強をし直しますし、本当私でバレエ知った方が本当に多いので、その方はぜひ本場のザ・ロシアっていうバレエを見ていただきたい、そして思い出にしていただければと思っております。私もすごく楽しみにしております。やっぱりバレエは本当に楽しくて、見る方も楽しいし、やる方もいいんだよっていうことを皆さんに、めっちゃ重い回になろうとしてるよこれ。続きまして、ちゃんとお芝居してる吉本新喜劇の松浦恵子っていうのを見たい方、この夏たくさん出るので新喜劇の方の告知もちょろっとさせてください。興味ない方もいるんかな、ごめんなさい。では発表します。まずキンキンなんですけども、7月20日火曜日から7月25日月曜日までやっております。京都の吉本祇園花月というところで、吉本新喜劇酒井愛姉さん座長集で、私は、今回は結構ガチガチのお芝居どころの高校生の役をしております。めっちゃいいよこれ内容すごい見てほしいんで、京都観光ついでにいかがでしょうか。続きまして、7月26日から8月1日まで吉本新喜劇辻元茂雄さん34周年記念特別公演辻元新喜劇という、毎年いろいろやってる、茂蔵のね芝居なんですけども、難波グランド花月で夜1週間やっております。私も本当辻元さんのところには1年目からお世話になっておりましたので、あ、茂蔵の定番のみたいなね、見たいっていう方とか、まあ、今年は結構いつもと全然違う仕組みというか入りというか、ちょっとまあおーっていう感じで、シゲゾファンの方もぜひ来てください。同じ期間なんですけども掛け持ちになります。7月31日として8月1日2日間ナンバーグランド花月の向かいの吉本漫才劇場という劇場で、極み新喜劇という、若手だけの本当少人数で芸人さんも交えての、そこでしか見られない新喜劇もやっております。そしてそれも2回公演ずつです。そして8月11日と8月12日はクールジャパンパーク大阪という森の宮にある WW ホールっていうめちゃくちゃでかい劇場で、スチーさん座長、多分スチコだと思います、そちらの方も出させていただきます。こちらも2回公演。そして次の日の8月13日は香川県のサンポート高松大ホールにて酒井愛姉さん座長の新喜劇でございます。こちらも2回公演です。で、今言った新喜劇全部内容全部違うお芝居で、本当にそれもお楽しみにたくさん告知してしまいましたが、実はまだこの動画とか SNS でも発表してないできないような舞台の情報などなどまだまだありますので、随時私の SNS の方をチェックしていただければなと思います。はい、ということでだらだら告知ばっかりになってしまったんですけども、なんで告知をしたかっていうと、本当に皆様に少しでもいろんなものを見てこう人生を豊かに上から目線なんですけども、私もこの夏頑張れますし、皆さんも直接告知したこと見なくても何かしら YouTube でまた動画になりますので、まあ、ちゃんと直接来てほしいんですけども、ぜひ来てください。そしてYouTube もお楽しみにということで、私 Twitter、Instagram、TikTok、ショールーム、ミックスチャンネル、ポコちゃんなどいろいろやってます。そして今後ちょっと大展開も待っております。その SNS 系でグッズいっぱい出てますよ、いしょー、ぜひチェックよろしくお願いします。皆様のおかげで本当に予約がとんでもないことにありがとうございます。本もよろしくお願いいたします。こちらも本当に大好評でしかない、ありがとうございます。もしかしたら言い忘れてることとかあるかもしれないけど、皆様に感謝して夏はね楽しみましょう。もう本当楽しむことに専念したいと思っております。以上、竹下恵子、北川恵子、世界三大恵子の3人目の恵子こと松浦恵子でした。バイバーイ、またみんなでプリエしような。ケーキでした。シャサ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 シャのチョコ食べたい。